どうも、タゴスと申します。今回はフリーザ編の分岐ストーリーをやっていきます。どこの分岐かというと、フリーザが地球にやってきた時の分岐ですね。ここでトランクスと戦うんですけど、倒せないと正規ルートに進みます。トランクスを倒すと分岐ストーリーに進むので、今回はそれをやっていこうと思います。孫悟空に敗北した後、フリーザ軍によって体の一部を機械にし、復活を果たしたフリーザは、復讐のため地球へと降り立った。しかし、そんなフリーザの前に立ちふさがったのは、孫悟空ではなく、謎の青年だった。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。殺しに来たって?僕たちを?何も知らんというのはいいものだな。知っているさ、フリーザだろ。誤算だったな。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。何?じゃあ、いや、ここのね、のトランクスのさ、その活躍の持っていき方、もうずるすぎる。あんなにフリーザに苦戦していた悟空フリーザに苦戦していたのに、ここでトランクスがもう本当にとてつもない力で倒してしまうと、本当にね、何者だこいつはと、もう初見の時はめちゃくちゃね、心躍っていましたよ。もうね、しかもこの後このフリーザを切り刻むその瞬間、もうね、それをずーっと覚えてる俺は。まあ、カットイン、カメラインから、もうトランクスが、フリーザを、一回真っ二つで切るんですよね。で、そこで、フリーザの目線に切り替えます。さあ、そこで、トランクスがなんと、真っ二つに、微妙にずれていってるんですよね、上下に。で、トランクスのカメラに変わるわけですよ。そこで、フリーザが、あ、こんなに真っ二つ切られているんだということが初めてわかるという。いや、もうね、本当に、このシーンはね、マジで好き。もうトランクスずるすぎる、本当に。しかも剣使ってるっていうのが、めちゃくちゃいいよね。もうこの、普通ドラゴンボールさ、今まで拳だったじゃないですか。そこを、剣で、切り裂いていく。これはめちゃくちゃ好きだった。さあ、これどうなるんだ?進んだよな、きっと。トランクスが、フリーザを倒せなかったエンド。フリーザはスーパーサイヤ人変身をした謎の青年を圧倒し、勝利を収める。すると、そこへ宇宙船ポットが着陸し、中から孫悟空が現れた。この時を待っていましたよ。フリーザは復讐を果たすため、孫悟空に襲いかかるのだった。マジ?戦えんのここ?うわ、熱っ!フリーザか?うわぁ!なるほどね。これがフリーザのやりたかったことか。さあ、こっからどう繋がるんだ?やばい。こっから、悟空倒して、バッドエンドなのか?この時、ベジータもスーパーサイヤ人なれないですよね。ベジータは、ここで、謎の青年がスーパーサイヤ人になってしまったことを見て、なぜ、このサイヤ人の王子ある、この俺がスーパーサイヤ人になれず、あんな、奴ら二人がスーパーサイヤ人になれるんだと。その怒りから特訓をして、スーパーサイヤ人目覚めるわけですよね。このシーンは、ベジータの将来にとってもめちゃくちゃ重要な出来事だったわけですよ。さあ、俺このさ、悟空のヤードラット製の服めっちゃ好きなんですよね。この服、このさ、帰ってきた時しか使わないじゃないですか。もうちょっとね、活躍の場を俺増やしてほしいですね。いつも対戦で使う時、このヤードラット製の服使ってるんですよね。他のゲームでも。はあ、いや、
ッケー、やばい。さあこれは正直本当にこんなシーンがあったらどうなんだろう。ぶっちゃけそんな時間経ってないか悟空の方が強いだろう。もうさ、復活の F だったらちゃんと修行してフリーザは来るわけなんですけど、これね、もうまだ修行をする気にはなってないフリーザだよね。よし、ちゃんと受け止めて。待って、このカットイン好きなんですよね。あんまりランクまでは使わないけれど、ちなみにこれなんか配信で最近よく言ってるんですけど、ランキング確認したら俺100位以内に入ってました。なんか暇つぶしでやってて100位以内に入ってました。普通に多分結構すごいと思う。なのでライブ配信とか結構やってるんで、ぜひ皆さんね来てくださいと。はい、めっちゃ来てくれたら嬉しいです。まさかスーパーサイヤ人の力超えてるなんて。さあフリーザは過去の悟空と戦ったことをまあちゃんと復習して、そっか、学んでいたと。それ倒すことができたということなのか、これは。フリーザはついに孫悟空を倒し復讐を成し遂げた。自分にかなう者がいなくなったフリーザは地球上の人間を滅ぼし満足して宇宙へと帰るのだった。満足しちゃった。じゃあこの未来はもうゴールデンフリーザになる未来はないと。もう成長をすることをしなかった世界線のフリーザね。まあ確かに妥当でしょう。いや、もしかメカフリーザになった時にちゃんと修行してきたのか。この時はだからスーパーサイジンのトランクスも悟空も倒すことができたと。まあまとめると、トランクスが剣でフリーザを切り刻んだ瞬間が俺は一番好きです。ということで今回もいろんな動画出していくので、ぜひチャンネル登録と通知登録して待っていてくれると嬉しいです。ありがとうございました。